ウィリアム・ヘンリー・スミスウィリアム・ヘンリー・スミスは、イングランド出身のイギリス海軍士官、水路学者、天文学者。海軍士官を引退した後、施設天文台で観測を始め、ベッドフォード・カタログとして知られる、銃声、声雲のカタログを作った。アメリカ独立によって帰国した、王統派の植民者の息子として、ウェストミンスターに生まれた。ナポレオン戦争の時代に、 イギリス海軍に属し、地中海で働き、アドミラルに達した。1817年の水路調査公開中に、シチリア島のバレルモ天文台の天文台長、ジュゼッペ・ピアッツに会ったことにより、天文学への興味を持った。1825年に海軍を退役し、ベッドフォードに施設天文台を建設し、5.9インチの反射望遠鏡で観測を行った。 1844年に著書ザ・サイクル・オブ・セレスティアル・オブジェクツを出版した。その第2巻はベッドフォード・カタログとして知られ、スミスの観測した1600余りの二重星、星雲が収録された。1845年に王立天文学会ゴールドメダルを受賞した。また、1854年には地中海における 海域測量の功績に対して王立地理学会から金メダルを贈られた。月の海、スミス会はスミスの功績を称えて命名された。息子のチャールズ・ピアッツ・スミスも天文学者となった。ウィリアム・スミスはロンドンのウェストミンスターにあるグレート、ピーター通り42番地に生まれた。彼は父、ジョセフ・スミスと母、ジョージア・キャロライン・ピット・ピルキントンの間の 一人息子だったが、母はいずれも、ジョナサン・スウィフトの弟子であった、アイルランドの作家レティティア・ピルキントンとその夫、マシュー・ピルキントンの孫娘に当たった。ウィリアムの父は、もともとは合衆国独立前のニュージャージー植民地に住んでいた。しかし、父ジョセフはロイヤリストであったため、アメリカ独立戦争の際にイングランドへ逃れ、そこで息子が生まれたが、ほどなくして、 父は死去してしまった。有名な画家で旅行家でもあったオーガスタス・アールはウィリアムの威夫帝である。ウィリアムは1815年10月7日に同じ年で共に27歳だったイライザー・アナレラ、ウォリントンとメッシーナで結婚した。夫妻の間には1816年から1835年にかけて11人の子供が生まれた。このうち息子3人は チャールズ・ピアッツィ、スミス、サー・ウォーリントン・ウィルキンソン・スミス、サー・ヘンリー・オーガスタス・スミス将軍である。娘8人のうち長女のエリザベスは4歳で、4女のエリザベス・アンは2歳で溶接し、3女のジェーン・フィービーは、結婚後間もなく20歳で死去し、さらに別の娘ジョセフォンも20歳で未婚のまま死去し、キャロライン・メアリは25歳で、結婚式を半月足らず先に控えた身で、 ジフテリアのために死去した。調整した三人の娘たちのうち、ヘンリエッタ・グレースは、聖職者で教授であったベーデン・パウエルに嫁いで九人の子供を産み、その一人は、初代男爵、ロバート・ベーデン・パウエルであった。また、ジョージアナ・ロゼッタは、サー・ウィリアム・ヘンリー・フラワーに嫁いで七人の子供を設け、エレン・フィラデルフィアは、ヘンリー・とインビー大位に嫁いで、 新婚早々の1855年にオーストラリアへ赴いた。エレン・フィラデルフィアは、その後、長い闘病の末、1881年に子供を残さないまま52歳で死去した。スミスは、1865年9月初めに、アイルズベリー近郊の自宅で心臓発作を起こし、当初はそれから回復したように見えた。 9月8日には、幼い孫ムスコアーサー・スミス・フラワーに、木星を望遠鏡で見せた。その数時間後の9月9日早朝に、スミスは78歳で死去した。アイルズベリー近郊のストームの境界敷地内に埋葬された。ありがとうございます。